1FC ニュルンベルクはドイツバイエルン州ニュルンベルクに本拠地を置くサッカークラブチーム。過去ドイツサッカー選手権及びブンデスリーガを9度制しているドイツの古豪クラブであり特に1920年代にはドイツサッカー選手権で5度の優勝を成し遂げる黄金時代を築いた。しかし1967から68シーズンの 優勝を最後に低迷期に入り、二部降格回数9回は、ブンデスリーガで最も多い。1995から96シーズンには三部に、当たるレギオナルリーガへの降格も経験している。しかし、2000年代は何度か1桁順位に食い込む、奮闘を見せており、うち2006から07シーズンには39年ぶりの、ビッグタイトルとなる、ドイツカップを獲得。 監督を務めるハンスマイヤーの下、再建への道を着々と歩んでいたが、2007から08、シーズン途中で、同監督は解雇、トーマス・フォン・ヘイゼンが公認となったが、最終的に16位に終わり、再び2部に降格することとなった。このシーズンは降格という結果に終わったが、UEFA カップでは、決勝トーナメントに進出する成績を収めた。 2008から09シーズンは3位で終えて、エネルギーコットブストのプレイオフを制し、わずか1年で一部へ帰り咲いた。その後4シーズンは残留に成功するも、2013から14シーズンは、前半戦17試合未勝利に始まり、18節以降の5試合は4勝1敗と、浮上のきっかけをつかんだが、23節以降は、 第27節のシュトゥットガルト戦以外は全敗。最下位のブラウニシュバイクよりも少ない5勝しか挙げられず、17位で、ブンデスリーガ最多の8度目の降格となった。2006年に、自国で開催された、ワールドカップの後、ホームスタジアムであるフランケン・スタディオンに、ネーミングライツを導入し、現在では、イージー・クレジット・スタディオンと解消している。なし中。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。